第1話です。市場で購入したお魚のお話です。最近家族がイサキというお魚を市場で購入してきてくれました。私がそのイサキというお魚をオーブンで焼いて目ん玉をくり抜いて食べていると、そのイサキのお魚から目ん玉美味しいと聞こえてきていたので、美味しいよと伝えておきました。魂の声が小さな男の子の声で可愛らしい感じでした。廃棄処分されてしまうお魚よりも人間に食されることで次への生まれ変わり時の魂は向上するそうです。ありがたく食させていただきました。ごちそうさまでした。第2話です。今日のお話は最近に起きたいつもの怪談好きゆりさんの話です。家の薄暗い物置で YouTube で怪談を聞きながらゴミ処理作業をしていたら、その怪談が終わりがけになるといつもの怪談好き女性幽霊さんが私の右肩をトントンと軽く叩いてから、ねえねえと次の怪談を催促し先走って、ねえねえだけの声掛けをしてくるのですが、私が次に聞きたかったのは健康に関するジャンルの YouTube 動画だったので、そのジャンルを聞き始めてみると夏へ向けてのダイエット情報だったのですが、階段付き女性幽霊さんは私から一歩横へずれた場所から痩せたいの？痩せなくてもいいよと伝えてきていました。心配してくれてた感じが可愛かったです。第3話です。最近また市販のペットボトル入りの富士山水を飲んでみると、前回は綺麗な女神様が現れて、あなたは生きなさい、私も生きるからを伝えてきていたのですが、今回の場合は綺麗な女神様が現れて、頑張りなさい、私も頑張るからと伝えてきてから、この人誰シッシッと言ってくれて奇妙だったと思いますが、何者かを追い払ってくれていました。富士山水は一瞬のことではありましたが、悪いものはひるみます。皆様も清めたい時にはぜひお試しください。ご視聴ありがとうございます。感謝しています。 you